香港における中華民国と香港との関係は中華民国大陸時期と中華民国政府仙台後の両方を含めて記述する。1888年香港での四大和だ。孫文は左から二番目。1895年2月香港で初めて聖天白日記の遺書が発表された。1945年香港にて解放記念日に 慰霊碑に掲げられた中華民国の国旗。香港の田室門区内にある中山公園でのオベリスクと中華民国の国旗の形容。1842年以前は両地域とも清に属しており、1842年には第一次アヘン戦争で香港島がイギリス帝国に割上され、1895年には 第一次日清戦争で台湾が大日本帝国に割上された。孫文は1800年代後半に香港で学んでいたが、第一次日清戦争での真の無力さと敗北により、旧来の王政を近代の共和制に置き換える革命が必要だと考えていた。1888年には香港で真の打倒を議論するために集まった四王和田の一員として写真を撮られ、 1894年には清を打倒するための公中会の結成に着手した。1895年2月21日、香港で開かれた公中会の会議で、陸明東は晴天白日記を発表し、これが中華民国の国章となった。公中会は香港のスタントン街13番地に本部を置き、1905年に、 他の団体と合併して中国同盟会を結成した。同会は、新国人の間で広く支持され、清を打倒した1911年の侵害革命をはじめとする革命家たちの反乱に重要な役割を果たした。侵害革命の成功を受けて、孫文は1912年1月1日に中華民国の建国を宣言し、初代臨時大総統に就任した。 同年8月、中国同盟会は他の団体と合併して中国国民党を結成し、孫文がその理事長に選ばれた。孫文は1923年に香港に戻り、自身の母校である香港西医書院を医学部として編入した香港大学を訪問した。香港大学での訪問中、孫文は演説を行い、最終的に 中華民国を誕生させた革命において、香港が彼のインスピレーションの源であると述べた。これが私の革命的な着想はどこから得たのかという問いに対する答えだ。その全ては香港にある。孫文が新政府に指名手配された後、孫文の母である容姿は自身の長男であり孫文の長兄でもある、孫眉と一緒に九龍城に住んでいた。 1925年に孫文が亡くなると小解析が孫文の後継者となり、1928年には全土を統一して小解析政権となった。アメリカは長年にわたり、清を植民地化すべきではないという政策的信念を持っていた。アメリカは1899年に文庫解放政策を提唱し、清を分割して、 植民地化すべきでないことを表明していた。1922年にイギリスが署名した9カ国条約は、文庫解放政策と中国の領土保全を肯定していた。1940年7月、A 首相ウィンストン・チャーチルは国会で我々は中国の地位と完全性の維持を望み、1939年1月14日の我々のノートに示されているように、 和平締結後、中国政府との間で、違い方権の廃止、情報の表明、語形と平等に基づく条約の改定を交渉する用意があると宣言し、中国における領土の完全性と違い方権の放棄を肯定した。領土の完全性と脱植民地化の考え方は、植民地主義に断固として反対していた。 米大統領フランクリン・ルーズベルトとチャーチルが1941年8月に発表した大西洋憲章の声明でさらに要約されており、両国は関係国民の自由に表明せる希望と一致せざる、領土的変更の行われることを欲せずと規定されていた。チャーチルはイギリス領香港の脱植民地化を望んでいなかったが、連合国側の軍事援助で、 アメリカを戦争に参加させるために、大西洋憲章の脱植民地下条項に同意した。1942年1月1日、4大国が署名した連合国共同宣言では、大西洋憲章の公約を支持することが明記され、後に1945年の国際連合検証の基礎となった。1941年1月、日本軍が中国本土から、 イギリス領香港に向けて進撃してくると、英首相チャーチルは、自国の植民地である香港の防衛に消極的で、防衛軍を象徴的な規模に縮小すべきだと発言した。1941年12月、防衛力の弱い植民地に日本軍が解消すると、日本による香港の占領が始まり、香港と台湾は共に大日本帝国の俗領となった。 同1941年12月、アメリカは大西洋憲章を発行し、チャーチルに脱植民地化に同意させた、数ヶ月後に第二次世界大戦に突入した。香港の保護が弱く、イギリスが9カ国条約、大西洋憲章、連合国共同宣言に合意したにもかかわらず、イギリスは脱植民地化を拒否し、香港を中華民国に引き渡すことを拒否した。 1942年、中華民国は不平等条約を破棄し、イギリスとの間で、より公平な条約の締結に向けた交渉を開始した。紹介席は、香港の問題を、両国の議題に加えようとし、旧流の疎開を、他の外国の疎開と一緒に、中華民国に返還すべきだと提案した。これは、チャーチルによって断固拒否され、 九流の利権が不平等条約に含まれないことを書面で同意しなければ条約への署名を拒否すると主張したため中華民国は九流の利権を議題から外さざるを得なくなった。1943年には中国における治外法権の返還に関する中英条約に調印し中華民国は英国に正式な書簡を書き後日香港問題を提起する権利を留保した。 第二次世界大戦末期、日本が降伏する前、米大統領ルーズベルトは、小解析の妻である、装備例に、香港を中華民国の統治下に戻すことを約束した。しかし、終戦間際の1945年8月、イギリスは香港の統治権を奪還しようと早々に動き出し、香港と中華民国の統一を阻止した。 1949年の国境内戦での敗戦後、蒋介石政権は台湾へと退避した。直後の1950年1月6日、イギリスは経済的利益を理由に中華人民共和国を中国の正当な政府と認め、1951年の日本国との平和条約で台湾をどの政府に組み入れるかという問題を提起した。 中華民国台湾国民政府の参加を阻止した。1957年、A 首相ハロルド・マクミランはアメリカと密約を結び、香港が中華人民共和国に攻撃された場合の共同防衛問題として、アメリカはイギリスとの間で香港を防衛することに合意した。その代償として、イギリスは中華人民共和国の国際連合への 加盟を推進しないことを約束し、国連の議席を中華民国に残すことになった。しかし、1971年、アルバニア決議がイギリスの指示を得て可決され、国連では中華民国ではなく中華人民共和国を中国の正当な政府として認めることになった。その後、イギリスと中華人民共和国は香港の引き渡し交渉を開始し、 最終的に、香港の未来は、中華民国ではなく、中華人民共和国のものとなった。国境内戦中も、内戦後も、中国国民党派の難民や、元兵士など、中国本土から多くの人々が香港と台湾の両方に逃れてきた。1950年半ばまでに、約1万人の中国国民党の兵士が香港に到着し、 マスエレイの砦に一時的に収容されていた。1950年6月、兵士たちは中国共産党派の暴力的な衝突の標的となり、1週間後に6000人の兵士が月経礼に移された。さらに1万人から2万人の民国派の難民が月経礼に定住し、台湾の中華級助走会からの民国派の資金で、香港町経営難民キャンプ救済委員会が、 設立された中華救助総会は、香港に、高級的な民国派、反中派の共同体を設立し始め、月経営は、リトル台湾との異名を得た。数千人の熱狂的な民国派が、中華救助総会によって、台湾に移送された。民国派や、難民も急流状態に定住し、1947年までに2000人の不法占拠者を集め、この地域は、 中華民国の管轄下にあると確信していた。1933年の初め蒋介石政権はこの地域の統治権を主張しこの問題についてイギリス政府に圧力をかけ始めた1946年末 小解析政権の役人が現地を訪れ、この地域を統治するための計画を立て、統治復権のための対抗案を作成した。1948年1月に、中国国民党の当局者がこの地域に入り、香港成長による立ち退きに抵抗するよう住民に、働きかけ、最終的には、急流上塞での暴動や中華民国統治下の中国大陸での学生の抗議運動につながり、 関東のイギリス領事館が略奪されて放火されることになった。国境内戦後、香港民国派団体は香港の主要な政治勢力となった。さらに、香港の民国派による共産主義者に対する作戦は、1950年代後半から1960年代初頭にかけて特に激しかった。中華民国国警備には、香港では、 中華民国の国旗が頻繁に掲揚された。政府の下級官僚が国旗の撤去を命じたことで、総う重暴動が発生し、民国派が県政派と戦った。1997年の香港返還以降、中華民国国旗日における青天白日万地公旗の掲揚は減少したが、現在でもオベリスクと孫文の共造があるタムロ文句の中山公園などで見ることができる。 2010年以降、中華民国と香港の関係は、大港経済文化合作作新会と、港大経済文化合作共進会によって管理、されている。一方、香港では中香港台北経済文化弁事ところが、台湾の香港駐在院事務所となっており、台湾では、香港経済貿易文化弁事ジところが、香港の台湾駐在院事務所となっている。また、 香港との関係は大陸地区に適用されるすべての規制が自動的に適用されるわけではないが大陸委員会によっても行われている。近年両地域はお互いに政治的に関わってきた。2014年には香港の学生が台湾のひまわり学生運動を支援し台湾の学生が香港の雨傘運動を支援した。2018年に香港人女性が 台湾滞在中に交際していた香港人男性に殺害されたハン・アキラエ殺人事件をきっかけに香港特別行政区政府は2019年に逃亡犯条例改正案を提出し台湾だけでなく中国大陸やマカオにも容疑者を引き渡すことができるようにした。これを受けて香港では2019年の2020年香港。 民主化デモが始まり、中華民国政府はこの法案が法律になることを望まず、デモを指示した。中華民国政府は、現在は撤回された、逃亡犯条例改正案を、中国が台湾との統一のために提唱してきた一国に制度の原則を侵害していると見ている。2019年9月29日、台北市では、数万人の台湾人が、 香港の民主化運動を支持して更新した。台湾が支持していることから、抗議行動では、中華民国の国旗が頻繁に見られた。2020年7月、中香港台北経済文化弁事ところの中香港最高責任者である、孔明村は、一つの中国の原則を支持する承諾書への署名を拒否したため、香港特別行政区政府から、就業査証の更新を認められなかった。 大陸委員会は、中香港台北経済文化ベンどころの他の政府、代表者も香港特別行政区政府からの詐称の大幅な遅延を経験していることに言及した。また、香港出身の政治家期の喫茶機は、香港の抗議者が台湾で政治亡命を求める可能性について、中華民国政府と会談するために台湾を訪れている。 香港新海大学学生連合会長の片中堅も台湾では亡命手続きが行われていないという木の切っ先の発言に反応し民主進歩党は難民を助けるための具体的な法律を制定していないと述べている。中華民国総統の蔡英文はソーシャルメディアで定期的に抗議者を支援しており中華民国の香港マカオ関係条例第18条には 政治的理由により直ちに安全と自由が脅かされている香港、またはマカオの住民に対しては必要な援助を行うと規定されているが、中華民国政府は政治難民のための手続きを整えていない。中華民国外交部長のごつと無償は難民に対処するためには既存の法律で十分であると述べているが、ニューヨークタイムズの映像では香港からの難民の一部が 台湾地区に不法に入居していることが示されており、既存の法律が不十分であることの証査となっている。香港自由新聞の記事は、人々は通常、香港から台湾に逃れるためにモーターボートを使用すると述べている。ニューヨークタイムズの動画を受けて、大陸委員会は抗議者に対して、台湾地区に不法に入居しないよう警告し、留学詐称や投資詐称、 観光査証などの特殊な場合しか対象にしていないが、既存の法律で十分であるとの声明を改めて発表した。留学査証については、2019年11月に中華民国教育部より香港の大学生が台湾地区で講義を受けたり、勉強を続けたりすることを許可すると発表した。留学査証や投資査証の資格を持たない難民の場合、 正式な亡命手続きができないため、30日間の観光査証で台湾地区に入居することになるが、合法的に就労することはできない。民主進歩党が現行法で十分だとする立場とは、対照的に2020年中華民国総統選挙で敗北を喫した中国国民党の韓国湯は、香港からの亡命者を支援するための難民法の、 成立を全面的に支持すると述べている。また、2020年4月に、時代力量は、民主進歩党と立法院に対し、香港からの政治亡命者に対する手続きが明確になるように、香港マカオ関係条例第18条を改正するとともに、難民法の成立を要請していた。2020年5月現在、中華民国総統の蔡英文と外交部長の後、 ストム賞は既存の法律で十分だと主張しているにも、かかわらず、香港やマカオの居住者は、同条例第18条に基づいて、台湾からの正式な援助を受けていない。また、中国国民党主席の後継心は、蔡英文のもとで、民主進歩党政権は、香港人の支援をこわだ高に主張してきたが、意味のある支援をしてこなかったとし、香港人に、 政治亡命を認める法律を制定すべきだと主張している。後継審は民主進歩党が法律を制定していないことについて、香港支援を空約束の標語にすべきではない。法制化へ向けて知恵を絞り、実際の行動で香港を支えようと述べた。中華民国政府が正式に難民としての地位を認めていないにもかかわらず、香港の一部の人々は、 台湾に逃れてきたが、その中にはドラワン書店の創始者である林英樹も含まれている。林英樹は台湾は香港人にとって中国大陸の弾圧に対抗する最後の取り出であり、若い香港人は台湾に出ていくべきだと述べている。しかし台湾には難民法がないため、若い香港人がどのようにしてこれを実現するかは不明。 林英吉自身は台湾での投資差証取得に必要な金額である20万ドルを新しい書店のために調達した。中華民国大陸委員会は台湾地区に逃れてきた人々を支援していないため、非政府組織がより積極的に支援活動を行っている。台湾キリスト長老協会の災難キリスト長老協会は香港から台湾に逃れてきた人々に避難所を。 提供したり、香港にいる抗議者に物資を送るなどの支援をしてきた。台湾学生連合会秘書長の陳国間は、台湾の非政府組織の基本的な使命は、政府に難民法を改正するよう圧力をかけることだとし、非政府組織は長期的な支援ができないため、難民を合法的に受け入れることが最も効果的だと述べている。2020年5月27日、 中華民国総統の蔡英文は、香港から逃れてきた人々に対する人道支援を行うための計画を策定すると発表した。2020年6月18日、計画の詳細が明らかになった。2020年7月1日、大港経済文化合作促進会のもとに代行含む交流弁公室が台北に開設される予定で、人権団体や市民団体と協力して、 基本的な生活費、居住、定住、就労、保護などの問題を抱える人々を支援することを意図しているという。弁公室の支援は台湾に入居してからとなる。難民、亡命法の施行についての発表はなく、中華民国政府は支援を求める人を難民ではなく、要保護者と呼んでいる。年月下旬、香港から来た人が船の燃料切れで、 東佐諸島に向かって漂流しているところを中華民国海巡署が発見した。香港特別行政区政府保安局長の李野家長は犯罪者をかくまっていると台湾に警告を発し、犯罪人引き渡し協定が結ばれていないにもかかわらず5人の返還を求めた。2020年8月26日には香港からの12人が中国海警局によって発見された。 いずれの事件でも乗客は台湾地区への逃亡を望んでいたと考えられている。中華民国内政部移民所によると16種類の在留許可取得プログラムの下で台湾に移住する香港人の在留許可が増加傾向にあるという。2018年には4148件の在留許可証の発行と1090件の永住権付与があり、 2019年には5858件の在留許可証の発行と1474件の永住権付与があった。2020年1月から8月まで4596件の許可証と1057件の永住権付与が発行された。移民所の関係者は、この上昇傾向は最近の香港の政治状況と大きく関係していると述べている。 文化的には台湾地区の主要言語は国語、香港の主要地域言語は関東語だが両地域とも中国大陸の主要言語である中国語にて使用されている関体字とは対照的に今もなお旧来の反対字を使用している国境内戦の結果台湾地区と中国大陸間の直行便は認められていなかったため2003年に 両岸定期チャーター便が創設されるまでは多くの乗客が香港経由で乗り換えていた。両地域の双方間の旅行は人気があり、2018年には日本、中国大陸に次ぐ3番目の目的地である香港に旅行した台湾地区の人民は約170万人に上った。この170万人は香港では中国大陸からの観光客に次いで2番目に多い。 域外からの観光客である。香港と台北、台中市、台南市、高雄市の各空港を結ぶ直行便が運行されている。中華民国と香港は第二次世界大戦後、教育と社会基盤に多額の投資を行い、両地域の経済は大幅に改善され、アジア四省流の一員となった。ありがとうございます。